僕だってそれだけの度胸ないな。12年も刑務所入ってるし、もう怖いものはないと。そういうやはり地獄を体験したものだからこそできたもんじゃないかなと思いますね。で、街頭闘争が激しくなっていくんだ、次は新宿だ、次は神田だっていうふうになっていくんだというふうに思っていたんですよ、うん、信じてましたね、その、うん、自分が欲してるものがあればどん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 手に取ればいい。純粋に彼はそこの問いの中で文学をやろうとした文学って多分あれが一作だと思うんですけれども、彼はだから自殺をする気じゃなくて、彼は戦っている中で転落死をしてしまう。なんかこう今の若者が、まあ、半径5メートルぐらいのちっちゃいところで、ガス抜きをしているけれども、国家に本気で喧嘩を売ってみるよみたいな。彼のその12年の戦いの中でね、お母さんが一番の戦友だったんじゃないかと。小指がないと不自由なことがいっぱいあるんだよって言ったら、いらない指かと思ったって冗談じゃないって言ったんですけどね。地上を我々日本民族が世界一だ。